援をする以外はずっとゼロなんですよ。入学2ヶ月目に135万、3ヶ月目に105万、4ヶ月目に162万達成いたしました。皆さんこんにちは。今回は SNS 企業コンサルタントの久美さんが3ヶ月間で累計402万円を売り上げられた秘訣について具体的に聞いていきたいと思うんですが、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ではまずは業種、活動内容を教えていただけますでしょうか。久美と申します。 SNS 企業コンサルタントとして活動しております。40代以上の方専門で、最初ね、起業したい方初心者に投稿して集めてたんですけれども、なぜか中級以上の方が集まってきて、その方たちに向けて講座をしております。商品設計からどうも、マーケティングのね、そういった動線作りっていうところをね、メインに SNS を LINE を通じてされていらっしゃるということで、早速なんですけど、ご入学の決め手っていうところもちょっと聞いていきたいと思っていて、この SNS のスクールとかってぶっちゃけたくさんあると思うんですけど、その中で弊社を選んでいただけた決め手って何だったんでしょうか。はい、LINE を登録した時点で入るっていうことを決めていたんですけれども、その決め手となるのはよくあると思うんですけども、コンサルさんだけが儲かっているっていうパターンです。でも先生はそうじゃなくって、受講生の方がすっごい実績をいっぱい上げられてたんですよね。これはすごいと思いまして、絶対再現性があるんだって思ったことと、ビジネスっていうものを知らなかったので、 SNS マーケを全体的に知りたかったんです。インスタも知りたかったし、 LINE も知りたかったし、もっと言ったら TikTok も YouTube も知りたかったんです。でそれをこう全部学べるっていうことと、実際セミナーに参加した時に北野さん自身がなんと講座に立ってくださるっていうことで、他のセミナーとかも受けさせていただいたんですけど、実際にセミナーをされる方は違う方だったりするんですよ。それちょっと私嫌だと思ってて、先生自らしてくださるということで選びました。ありがとうございます。次にさ、入学前と後の変化とかも聞いていきたいんですけど、入学前ってどんな状況だったんでしょうか。先生の講座に入る前に2つの塾に行ってたんですけれども、 Facebook メインで活動しておりまして、キャンペーンをやった時は7桁行くんですけれども、はい、エパーグリーンの状態での集客の仕方っていうのが全くわからなくて、動線を引こうねっていうことは教えていただいたんですけども、うん、動線を作りました。じゃあその上で何どうやっていったらいいんですかっていうのも分からなかったんです、うん、補足なんですけども、エバーグリーンっていうのは何かっていうと、毎月コンスタントに安定して売り続けるというやり方で、逆に久美さんされていた前の塾で学んでいたキャンペーンっていうのはローンチ型といって、一発ドカンと売り上げを上げるっていうやり方なんですけど、そうではなくて毎月コンスタントに売り上げを上げていくっていうところで、動線の組み方が分からなかったっていうところですね、はい、キャンペーンをする以外はずっとゼロなんですよ、うん、これって私の中で成功じゃないなって思って、自分にはビジネスの本質を勉強することが必要だと思いまして、入塾させていただきました。入学後の変化っていうところで、具体的な売上ベースでいうと、入学2ヶ月目でね、売上上げられたということですけど、順番に売上の推移を教えていただけますでしょうか。入学2ヶ月目に135万、次の月3ヶ月目に105万、4ヶ月目に162万達成いたしました。3ヶ月連続でエバーグリーンで7桁を達成されていて、累計でいうと3ヶ月で402万円売上上げてらっしゃるということで、まあ、この秘訣っていうところに具体的に聞いていきたいと思うんですけども、いろいろな施策があると思うんですけども、今ちょっとねこちらに映っているのが現在のインスタグラムで、久美先生40代専門インスタ集客愛されブランディングの専門家という形でね発信をされていて、今ゼロからアカウント構築してから数ヶ月で今300フォロワーっていうところでね、で割と少ないフォロワーでもこれぐらい売り上げを上げていらっしゃるということで、このプロフィール文章とかこのコンセプトもね、初回コンサルで一緒に作らせていただいたりしているんですけども、このインスタグラムで久美さんが意識しているポイントからですね、まずちょっと教えていただいてもよろしいでしょうか。北野先生に教わった通りなんですけど、タイトルに命をかけようということを教わりまして、先生のところってね、テンプレートがすごく豊富にあるんですよ。なので一から考えるのではなくて、パターンがあったので、それに自分の業種であったり言いたいことであったりを当てはめて作ることによって、すごくたくさんの人に見てもらえたり発見欄に乗ることができたりしたんですね。それでフォロワーさんがだんだん増えてきました。一昔前のやり方だと、フォロー申請をたくさんしまくってフォロワー増やすっていう方も中に未だにやっぱりいらっしゃったりするんですけど、そうやってエンゲージメントすぐ落ちてしまうので、フォロー申請はせずにしっかりとアルゴリズム的にね、ちゃんと伸ばしていくというやり方で、純度高いフォロワーさんを集めることができているということが、まあ少数フォロワーでも3ヶ月連続月の明けた稼がれた秘訣かなと思うんですけども、それ以外だとどうでしょうか、うん、私デザイナーではないんですけれども、イラストを見ることとか世界観を作ることとかカラーのことが大好きなんで、ここが強みかなと思って、世界観にめちゃくちゃこだわったんですね。ビクトリアン的なものを意識したんです。
ですけども、そしたら久美さんの世界観に憧れてフォローさせていただきますっていう DM がすごくたくさん届いて、こんな私にもファンができるのってすごくびっくりしたんです。世界観も、ね、しっかりと色合いも統一されて作り込まれてますし、久美さんの場合であればパステルピンクでね統一されていらっしゃると思うんですけど、コンセプトが40代専門インスタ集客っていうことで、 SNS が苦手な方でもしっかりとインスタマネタイズしていくっていうターゲット層にしっかりと響くような世界観を逆算して作られてるからこそね、それだけしっかりとファンの方も獲得されているのかなと思うんですけども、めちゃくちゃ大事ですよね、世界観。あとはその日々の投稿とか、もちろんリールのネタとかもそうなんですけども、どういう風にリサーチされているのかっていうところも教えていただけますでしょうか。私は主に教えてグーでリサーチしたり、ヤフー知恵袋でリサーチしたり、書籍、私で言ったら企業とかマーケティングで Amazon で検索しまして、この本売れてるなと思ったら、本のタイトルじゃなくてレビューを見させていただいて、そこに割とこういう悩みがあってこの本を買ったみたいなことが書いているので、それをめちゃくちゃ参考にしました。自分の頭で考えても全然わからなかったので生の声を拾いました。重要ですよね、書籍レビューとか、あと本のタイトルとかね、あとはなんかヤフーの知恵袋とか、そういうのも結構ね重要だったりするわけですけども、しっかりと一人ぐらいじゃなくてお客様目線でのね発信ができているということで、 Amazon 以外とかだとどういう媒体でリサーチされていらっしゃいますか。私 TikTok の参入は早かったんですね。ビジネス関係なしで、はい、エンターテインメントなことが好きなんで趣味でやってたんですよ。そこでだんだんビジネスの方が参入されるようになってきて、そういう方のライブに参加したりして、この方の投稿とかショート動画が参考になるなと思ったらリサーチさせてもらって、いいところは自分に置き換えて発信したりさせてもらってます。僕自身もそうで、インスタのもちろんリールでもリサーチするんですけど、 TikTok のがやっぱ最前線なんですよね。ショート動画で言うと TikTok でリサーチした内容をリールに持ってくると、他の人としかも被りにくかったりするので、 YouTube ショートとかに伸びてるやつも見たりしますけど、こういうのも結構おすすめですよね。インスタグラムだとフォロワーさんとかってやっぱね、コミュニケーションをやっぱりすごい重視する媒体だからこそ、どういう風な交流を取っているのかってところもね、ちょっとお伺いしていきたいんですけど、小フォロワーっていうのを逆手に取りまして、めちゃくちゃ仲良しのフォロワーさんがたくさんいるんですけれども、少ないフォロワーさんなんで、みんなのストーリーズ、みんなの投稿を見に行けるわけですよ。いいなと思った投稿には積極的にコメントをしたり、ストーリーズでもアクションしたり、そうするとありがとうって DM が返ってくるんで、そこで話のキャッチボールができたり、この人の商品いいなって思ったら買わせていただいたり、みんな仲良しなんです。僕も結構フォロワーさんって2段階に分かれると思っていて、この2階層、まず1階層目はちょっと興味あるからフォローしてるだけの人、さらにそのもう1段階行くと、久美さんのことが好きでファンだからめっちゃ見てますっていう、ここの人をどれだけ集められるかっていうことなんですけど、ここの濃い純度の高いファンの方がやっぱり結構たくさんいらっしゃるからこそ、300フォロワーでもね3ヶ月連続7桁エバーグリーンで売れてるのかなっていうところだと思うんですが、コミュニケーションってめちゃくちゃ大事ですよね。めちゃくちゃ大事ですね。コミュニケーションってただやみこみにいいね回りをしようとかっていうわけではなくて、例えば既存のフォロワーさんに対して投稿に対して感想で DM を送ったりとか、そのコメントしたりとか、はい、そういうところを結構日頃からされてらっしゃるっていう感じです、はい、そうです。純粋に素晴らしい投稿してるなと思うんで、すごいです、参考にしますみたいなことを書いたりするんですけど、褒めていただいてありがとうございますって言って、逆に私の価値を教えていただいたりして、久美さんってやる気にさせるプロですねって言われたりしたんです。私のわからないところをフォロワーさんに教えていただいたりしました。濃いね関係性ができているっていうところで、投稿を見ていいですね、おしゃれですねとか一言だけコメントする人いるんですけど、ちゃんと相手の投稿を見て共感したコミュニケーション、やみくもな DM とかって意味なくて、ちゃんとその投稿を読んで自分の思いとかを添えて送ってあげると、ちゃんと私の投稿見てくれてるんだなっていうので信頼関係構築していくっていうねもありますよね。インスタライブとかもね結構されてると思うんですけど、ライブで意識したポイントとかってございますか。ライブはインスタでは初心者なんで、コミュニケーションから始めましたね。ビジネスのことを語るわけではなくって、その前にも DM とかですごい仲良しさんだったんで、最近どうみたいな感じで、はいはいはい、アイスブレイクをしました。その後に徐々にノウハウを惜しみなく出していったんですよ。そしたら感想が来るようになったんですね。すごいお勉強されているんですねとか、有料級のライブをありがとうございますとか、ライブを見てファンになりましたとか、見てて飽きないですとか言われたりしたんです。最初はね一人から始まりましたライブも、それが今10人超えぐらいで来てくださるんで、今できない怖いって言ってる方は、画面の向こうにいるのは一人の人間なんで、その人に対して語られたらすごくいいと思いますよ。同時接続数って大体総フォロワー数に対して 1% から 2% ぐらいが標準って言われているので、久美さんの場合は300フォロワーに対して今10人ぐらい見られてるので、まあ、3% 超えてるので、まあ、基準値クリアしていますが、5人とか10人しか見てくれないのにライブする必要あるのと思う人いるんですけど、絶対やった方がよくて、あなたの商品を買うお客様っていうのはライブ見てますからっていう話なんですよね。300フォロワーの人全員がライブ見てもらう必要はなくて、そのうちの10人の人が見てくれて、そのうちの3人の方が商品買ってくださったりするので、ライブはもう初動からやっていった方がいいし、僕も今
でこそ本当に100人200人ぐらいライブ見られるようになりましたけど、初動は3人から僕もスタートしてますし、3人5人でもずっと毎週やり続けて、僕はもうライブ配信をもう6年以上やり続けてるんですけどもっていうのはありますよね。フォロワー数が100人超えた人はもう全員僕はライブやるべきだと言ってるぐらい、もうライブは本当に初動からやってた方がいいかなと思いますね。もしくはライブやるからファンになるっていうところもありますよね。ありますね。ライブの中でどういったことを語られていらっしゃいますか？インスタの運用の仕方がわからないっていう方が多かったので、フィード投稿ってこうやって書いたら読まれやすいよとか、きっちり書くんじゃなくて空白を設けようねとか、長文になるんだったら枠を使うとか線を使うとか図で説明するとかして、うん、なるべく見やすく離脱されないように、あと1ページで終わるんじゃなくて10ページあるんだからなるべくたくさん書こうねっていうことをシェアして、具体的なノウハウもねシェアをして、具体的に言ったんですよね、はい、ここは私の得意分野なんですけども、挿絵を入れることによって親しみが湧くよって言って、その挿絵もねただ入れるんじゃなくってちゃんと世界観に合ったものを統一して入れていこうよっていう話とかもしたりしました、うん、普段よりも一歩二歩踏み込んだ他に発信してないレベルの有益情報を発信していきつつ、ご自身の経験とか体験談とかも結構話されてたりとかされます？めちゃくちゃしました。私がすごく遠回りしてきたこととかもしましたし、私は12年前に起業したんですよね。オンラインを始めたのはちょうど1年前なんですけれども、この6月までには本当に随分随分遠回りをしてきたんです。その失敗談も語ってます。これは実はアンダードッグ効果って言って、自分より弱い立場の人に対して人は共感をするっていう法則があるんですけど、今でこそ私こんだけすごいですって言うとちょっと嫌な人みたいになっちゃうかもしれないけど、でも私でもこういうどん底があったんですっていうことで共感を引きつけながら権威性も同時に出せるっていうね、このストーリーは結構刺さりますよね。実は初めてねご制約いただいたのはライブからなんですね。プレゼントに個人相談をつけて希少価値を持たせましょうって先生に習ったんで、3人だけ言ってすごく来たんですよ。その時個人相談と自相談って、でも律儀にちゃんと守って3名だけさせていただいたんですね。そしたら私の商品に興味を持っていただきまして、あんまりクロージングすることもなく2名ご制約させていただきました。やっぱライブなんですよね。フォロワー少ないうちからやっぱやってきたからこそっていうところがあると思うんですけど、うん、今インスタのほういろいろ話いただきましたけど、実はインスタグラムだけではこのマーケティングっていうのは完成しなくて、その後にやっぱ LINE のね動線っていうところが非常に重要になってくるということで、集客教育販売でいうところの教育、いわゆる信頼構築は LINE の中でされていると思うんですが、 LINE の配信で意識されたポイントとかもあればね教えていただけますでしょうか？実は LINE がバンしてしまいまして、100名以上のリストを失ったんですね。なので LINE 配信を始めたのは7月17日からなんで、入学2ヶ月半ぐらい、2ヶ月目半分ぐらいから LINE 始めて、そっから追い上げていって3ヶ月連続月7桁ってもすごいですけども、100人失った時は正直泣きました。みんな焦りますよね。それで構築して始めたんですけれども、今で60人ちょっとになったんですね。その60リストからもすでに累計400万ぐらい売上が上がってらっしゃるということで、そうなんです。もっと少ない時からです。派遣欄に乗ったのが最近です。ガッて伸びたんで40以下でした。40以下でも実質300万以上売上上がってたということで、その配信のテクニックとかね、少数リストマーケティングというところをちょっとお伺いしていきたいなと思うんですが、一番心がけたのは容赦感を出さないということで、みんなの2個上の先輩だよっていうポジションを取って配信してるんですね。個人から届いてるよみたいな LINE の雰囲気を醸し出していくというか、なんです。20歳の人がいたら私22歳だし、50歳の人がいたら私52歳だし、みんなの2個上の先輩ポジションなんです。親しみやすさ出せるのがね、このメルマガではで一切できないこの LINE ならではだと思うんですけども、配信とかってどういう配信意識されてるとかってあります？お昼に送るときとか、お昼食べた、友達から LINE 来たかなみたいな感じで、クミさんが今日も LINE 来たピコンみたいな、なのでね開封率が 70% ぐらいあるんです。めちゃめちゃ高いですよね。フレンドリー感を最初は出すっていうのはすごい大事ですよね。見てもらうためにチャットでもねすごく来るんですよ。クミさんおはようとかレスポンスも返ってくるっていうのはね、このハードル結構重要ですから、ね、投稿の感想ももらえたりします。すごい濃いですよね LINE のね読者さん。だから熱いんですけどすごく濃いんですよ、はい、Facebook で集めてた頃はプレゼントをもらったらブロックされてました。今と大違いですね。今はブロックほとんどないです。もちろん配信数増えていくね、若干ブロックは平均的に増えてはいくんですけど、それでもやっぱりちゃんとプレゼントを見てくれて、しかも投稿も感想を送ってくれるような人たちがいて、少ないリストでも売り上げ上がってるということで、 Facebook やってた時とインスタから集客した時で一番変えた部分っていうのは何を変えたことでそれだけ LINE の反応率が良くなったと思われますか？先生からのアドバイスなんですけれども、挨拶文に私のヒーローズジャーニーを入れたんですね。15分ぐらいの動画なんですけども入れたんですよ。めちゃくちゃ苦労して、もう死のうかと思ったぐらいの過去から蘇った私のストーリーなんですけれども、
ども、うん、そこからねいきなりセミナーの申し込みが来るようになったんです。めちゃくちゃ強力ですよね。うちの学科だとこれプチローンチ動画っていう風に言って、台本通りね実際にテンプレートがあるんですけど、作っていただいてから、久美さんもそうですし他の受講生さんもローンチ動画を入れるのと入れないのではその後の制約率だったりセミナー申し込み率、個別相談率がやっぱはるかに変わったりとか、 LINE 登録した直後って一番見られるタイミングなんですよね、うん、そこでいかに本心のプロモーション動画を見てもらうかっていうところが結構重要で、久美さんそれを差し替えたことですごい反応が上がってると思うんですけど、先生が一番 LINE 登録された時が熱いんだよっておっしゃってて、うん、数字で全部見てるんですけど、 LINE 登録した時ってそのステップメール 100% 見てくださってて、みんななのでそこで訴求するっていうことはすごく届くんだなって思いました。 LINE 登録した直後に一回訴求をして、そこでまたセミナー来ない方は日頃のライブとかからねまたセミナーとか個別に来るっていう流れでぐるぐる回していくっていうのがまあスタンダードかなと思うんですが、日々の LINE の配信に関しても聞いていきたいんですけど、配信のスケジュールとか今日何配信しようって結構決まらないとか迷っちゃうで結局今日も配信できませんでしたっていう人結構多いと思うんですけど、ここはふみさんはどういうふうに仕組み化されてらっしゃいますか？配信のスケジュールは毎日毎日考えるんではなくて1週間分一気に作っちゃいます。ざっくりとしたものですけれども、はい、そこから空いた時間にリールだけを何本か撮るか、うん、フィード投稿はね私大好きなんですよ。趣味じゃないかっていうぐらい好きなんで、これ言っていいか分からないですけど、ベッドに入りながらこうやって書いてますね。隙間時間をちゃんと利用して、この時間はリール、この時間はフィード投稿って時間を決めてまとめてガッてやる、マルチタスクせずシングルタスクで集中してガッてやるっていう、それが素晴らしいですよね。 うちの学科でも1ヶ月間の LINE の配信のねスケジュール表とかテンプレートがあるので、それもね参考にしていただきつつというところではあると思うんですけど、気当たりばったりで配信をしていくと全体的に教育っていうのがまばらになってしまって、顧客教育がスムーズに進んでいかないということもあるので、1週間とか2週間単位でまとまって作っていただく方がバランス良い配信ができますよね。先生がおっしゃったスケジューリングですけども、1ヶ月この月が給料日じゃないですか、ね、売上が入ってくる予定日みたいな、ね、そう決めるじゃないですか。ここで個人相談をして、じゃあここでセミナーをして、じゃあそこまでに何を配信していったらいいかなって、毎月毎月組んでるんですね、自分のスケジュールを。それで安定するようになりました。例えば今月第3週目にセミナーやりますってなったら、その1週間前からセミナー募集をして、それまでにどういう風な配信をしていかないといけないのかっていうのを末尾から逆算して配信を組み立てていって、セミナーに一番集まるように持っていくっていうね。言ってしまったらゲームとか映画とかのねロードショーを公開するときって、テレビ CM が3週間前からちょこちょこっと小出しで出てくると思うんですけど、ああいう形でちょっとずつ興味付けをしていって、最終的にドンと告知をしていくみたいなね。セールスに関してもちょっとお伺いしていきたいんですけど、商品とか講座を販売していくにあたって久美さんが意識しているポイントとかがあれば教えていただきたいんですが、はい、元々セールス好きなんですね。だけどなぜか急にできなくなった時期がありました。後々考えたんですけど、その時って数字ばっかり売ってたんです。これじゃダメだ、もっと本質に戻ろうと思って、うん、私の前に来てくださったお客様の理想の未来をすごくヒアリングしました。何につまずいてるのかもヒアリングしました。あなたが理想の未来を手に入れられてない原因はこれであると思いますというアドバイスをしました。それに基づいて、私こういう商品持ってます、これを使うと理想の未来に行けますよという提案をさせていただくようにしました。そしたらスルスルお制約が決まるようになりました。数字ではなくて人にフォーカスすることいかに大事かと学びました。実際1対1の個別セールスの場合とかだと、お客様の悩みに即してそこをやっぱりしっかりと引っ張り出していって、お客様の悩んでいることを課題認識と、このままだとまずいですよっていう危機感認識をしてもらった上で、理想の未来こういう状態になったらいいですよね、それを達成する鍵っていうのがうちにはあるんですっていう、この流れでね説明をしていくとすごい売れやすいっていうのがあるので、最終的にはやっぱり人っていうところですよね。最後、講座運営とか商品設計とかで知識したことっていうところもちょっとお伺いしてもよろしいでしょうか？先生のところに来るまでに2つの塾を渡り歩いてきたわけですけども、全てが無駄になったとは思ってなくって、吸収した部分もあるんですね。なので何かに特化したではなくて、私のところに来たらマインドからクロージング応用までの全てを体系化して学べるよっていう講座を作りたかったんです。それをやっと構築することができまして、私がねお金がなかった人なのでプランを選べるように2つ作りました。それぞれの、ね、成長に寄り添っていきたいなと思ったので、グルコンプラス個人コンサルのハイブリッド制にしました。個別サポートってもちろん手厚いっていうので満足度は高いんですけど、個別完全にしてしまうとお客様がくれくれくになっちゃったりとか依存体質になってしまうっても結構あるんですよね。なので半分グルコン半分個別サポートもついてるよっていう方が、お客様ある程度卒業した後も自立自走型でやちゃんと成長していけるような仕組みを作ることができるので、ここも結構半分グルコン半分個別ってのはすごいおすすめしてる方なんですけど、素晴らしいですね。改めてうちの学科に入学されて良かったことがあればちょっと教えていただけますでしょうか？いっぱいあるんですけども、一番は夢の安定収入が得られるようになったこと。もう一発ドカンじゃなくてエバーグリーンで売れるようになった、うん、そうです。これが一番良かったです。 SNS マーケを習ってきたことで今までのハテナが全部解明されたんですよね。例えば LINE を構築
する意味すら分からなかったんです。先生のところで教育をしていくためにラインを挟むんだということが分かったんです。さらにまだ上目指せるなっていう自信が出てきました。はい、久美さんだったらもっといけると思いますので。もっともっと良かったことは北野さんに出会えたことです。すっごいお人柄が良くって、リアルで知ってるお金持ちの方ってね結構えずそうなんですよ。北野さんって全然そんなことなくって、むしろ腰が低い方で尊敬しております。 ありがとうございます。そう思っていただけてでは最後のご質問なんですけども、 SNS やライブを活用してこれから一歩踏み出していきたい方ってたくさんねこの動画見てる方いらっしゃると思うんですけど、そういった方々に向けてもふみさんから何か一言ね応援のメッセージがあればいただけますでしょうか。一歩を踏み出すのってめちゃくちゃ怖いですよね。私もそういう時期がありました。でも本当にプールと一緒なんですよ。プールってちょっと足つけて冷たい、やもう怖い、やめよう、でも泳ぎたいって思ったらもう入るしかないんですよ。実際入ってしまうとその冷たさって感じないのね。こんなもんだったんだみたいな環境になれるんですよね。だからね、一歩の勇気だけだと思ってます。そこを踏み出したら必ず変われると思う。私なんてライブを一番初めにした時ボタンを押す指、これが怖かったですもん。でも今となったら止められるまで喋るよねって言われるくらい全然みんな最初だけだから、ね、大丈夫ですよ、ね、やってみると意外と、ね、なんであんなちっぽけなことで悩んでたんだろうってね、もっと早くからやっとけばよかったって思われる方やっぱ多いので、うん、一歩ぜひね踏み出していただけたらと思いますし、今回久美さんにポイントいろいろお伺いしてきたんですけど、概要欄にもですね久美さんのインスタと LINE 公式アカウントリンクも貼っておりますが、久美さんの LINE の配信とかもすごい上手なんでぜひねこちらも登録していただきたいんですが、今久美さんの LINE 概要欄から登録いただくとプレゼントがねもらえるということで、そちらのプレゼントも軽くご説明いただいてもよろしいでしょうか。一つ目が、私がゼロから240万円を達成したまでの小フォロワー後発組でも勝てるロードマップという動画が一つ目で、二つ目、これめちゃくちゃ力入れてるんですけれども、セルフブランディングの私のオリジナルメソッドなんですけども、どうやって見せていくかっていう、それはほんと細かく書いております。三つ目が、読まれやすいタイトルプラス NG タイトル。四つ目が、これすごい喜んでもらえるんですけども、私好みになってしまってたらごめんなさい、ギフね集めまして、こうやって検索するとこういうクリエイターさんのギフが出てくるよっていうのを26パターンかなまとめたものがあります。でそれコピペ可能なんで、私のところからそのコピーしてもらって、はい、ストーリーズにピッてやったらそのままガーンって出る仕組みなんで、めちゃめちゃ使えます。もう一個がね、強み発掘シート、結構な PDF の数になっておりますね。これ普通になんか5万円出してでもなかなかね売ってないぐらいの結構ボリュームだと思うんですけど、 LINE 登録で無料でもらえるということですので、チェックしてみていただけたらなというふうに。これを見てくれた方だけ特別に私のライブの中で反響が良かったものがあったので、見せるインスタグラムっていうタイトルなんですけども、それを伝えます。こちらもぜひ概要欄から LINE 登録いただいてプレゼントチェックしてみていただけたらと思います。久美さん、本日はお時間いただきまして本当にありがとうございました。ありがとうございました。今回も動画最後までご視聴いただきありがとうございました。僕の LINE では SNS 合計1000アカウント以上プロデュースして判明した月100に集客していくための今最も反応出る SNS マーケティングのノウハウをまとめたこちらの豪華8大特典プレゼントを今だけお渡ししています。一つずつ解説していきます。まず一つ目、 LINE×Instagram 超集客を完全講義マニュアル動画2本分こちらにプレゼンしています。二つ目、月1000万売れる SNS 集客改善ポイントをまとめた徹底解説講義動画。三つ目、僕自身 TikTok たった3日で1000フォロワー公開2000フォロワー達成した文字だけでバズるショート動画集客完全講義マニュアル、こちらにプレゼンしております。四つ目、僕自身が5ヶ月でインスタ1万フォロワー達成したインスタストーリーズ&リール集客講義動画、こちらにプレゼンします。五つ目、たった3ヶ月で5000フォロワー増やすためのインスタグラム集客の教科書という電子書籍。そして6つ目、一番優しい LINE でステップメール集客術という電子書籍、こちらもプレゼントしてます。7つ目、たった5ヶ月でインスタ1万フォロワー増えたインスタインサイトの徹底分析解説動画。最後8つ目、毎月100人新規集客できる LINE× インスタ超集客法ワンデーズーム無料勉強会のプレミアムチケット、参加費通常1万円かかるところというのが無料でね参加できる、そういったプレミアムチケットになってますので、こちらの豪華8大特典ですね、ぜひ概要欄から LINE 登録いただいてプレゼントゲットしていただければと思います。弊社ですね、先ほどもお伝えした通り自宅で受けられるワンデーズーム無料勉強会という無料セミナーやってます。こちらに関しては常に最新のインスタを使ったノウハウであったりとか、 LINE 公式アカウントに見込みのお客様を集客していくための方法だったり、少ないリスト数でより大きな売り上げを上げていくための業界トップクラスのノウハウを凝縮した無料勉強会をご案内させていただいておりますので、今すぐ申し込みたい方も下の概要欄から LINE 登録いただいて、カタカナでズームセミナーと7文字でメッセージ送っていただければセミナーの参加日程届きますので、お好きな日程を選んでいただいてご参加いただけたらなというふうに思います。今回も動画最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。